ブロークンアローは、アメリカ合衆国オクラホマ州の東北部タルサ郡の都市である。大部分がタルサ郡に入っているが、小部分はワゴナー郡西部に属している。タルサ市の最大郊外市である。2000年国勢調査による人口は74,859人、2010年では98,850人と32%増加しており、 州内で4番目に人口の多い都市である。ブロークンアローの街の区画は1902年にミズーリ・カンザステキサス鉄道によって売却され、この鉄道会社の秘書であるウィリアム・エス・フィアズによってブロークンアローと名付けられた。その言われは涙の道を通ってアラバマ州からオクラホマにやってきたクリーク族インディアンが定着した集落にちなむものだった。ブロークンアローは 当初農業社会だったが、現在は多様な経済となっている。州内では3番目に製造業が集中した都市となっている。ブロークンアローという名前は、アラバマ州にあった、クリーク族インディアンの古い集落から来ている。涙の道をたどって、オクラホマに来た、クリーク族員が、新しい定住地に入った時、アラバマ州の昔の集落名をそこにつけた。 フリーク語の名前は、リコックフであり、折れた矢を意味した。この新しい定住地は、現在のブロークンアロー中心街の南スマイルの位置にあった。それから数十年後、ミズーリー・カンザステキサス鉄道がこの地域を抜ける鉄道を建設した。この会社は経路に沿った土地に町を建設する特権を与えられていた。彼らは1902年に、 アーカンザスバレータウンサイト社に、まだ土地の名もない場所のうち3カ所を売却した。鉄道会社の秘書であるウィリアム・ s フィアズがその場所の一つを、選んで名付けることを許された。彼は、タルサの南東約18マイル、クリーク族の定住地、スリーカウチ空からは、約5マイル北の地を選んで、その新しい街を、ブロークン・アローと名付けた。ブロークン・アロー市の中央を通る。 ミズーリー・カンザステキサス鉄道線は現在も残っており、ユニオン・パシフィック鉄道が所有して貨物輸送に使っている。ブロークン野郎の歴史で、はじめの数十年間、その経済は主に農業に基づいていた。20世紀初期には、市の近くに石炭の露天掘り地がいくつかあったので、石炭産業も重要な役割を果たした。市の新聞である。 ブロークンアローレジャーが施設立の数年後には発刊された。1904年には最初の学校が設立された。20世紀前半はそれほどの成長を見ることなく、商業の中心はメインストリートに沿ってあった。市内の教会の大半がもメインストリートかその近くにあった。1960年代、ブロークンアローは小さな町から、 郊外都市への成長を始めた。このゴロブロークニアローイクスプレスウェイが建設され、タルサ中心街とを結んだことで、市の成長が加速された。人口は1970年の11.000人強から1990年の5万人を超えるまでに膨れ上がり、2000年には7万4000人以上になった。この期間にベッドタウン以上のものになってきた。 近年市の指導者は、さらなる経済開発を推し進め、ショッピングやドライブで、他の街に行くよりも、市の中で済ますように奨励している。ブロークンアローは、北緯36度2分11秒、整形95度47分1秒、北緯36.03639度、整形95.78361度、 36.03639-95.78361に位置する。オクラホマ州の北東部にあり、グレートプレーンズとオザーク高原の間にある。オクラホマ州の進める、緑の植生、お顔予備校で知られる、グリーンカントリーの一部である。グリーンカントリーは、オクラホマ州に11ある環境保護区のうち7カ所が、ある州内でも、最も地形的に多様なところである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は45.6平方マイルであり、このうち陸地は45.0平方マイル、水域は0.6平方マイルで、水域率は1.34%である。以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。全体の再生が行われた。 メインストリートの歴史的建築物2007年6月撮影ブロークンアローには幅広い事業や製造業がある。製造業の集中度では州内3位に位置づけられる。市内の著名な雇用種としては次の企業がある。フライトセーフティインターナショナルは1985年以来ブロークンアローを拠点にし、そのシミュレーションシステムズ事業部で フライトシミュレーターと呼ばれる航空機上組員の訓練装置を設計製作している。市内最大の雇用数を誇る民間企業である同社は現在675人を超える従業員を雇用し、その約半数は儀主である。市内全体で多くの商業開発が行われており、特に著名なものは修道51号線沿いのものである。 開発の中心として数年前に開店したバスプロショップスのアウトドアワールドにはホテル、レストラン、店舗さらには事務所が入っている。別の大規模商業開発地の中心としてフルサービスの病院と医療事務所の入るビルが建設されており、ここには小売店舗や二つのホテルが入る予定である。2007年ブロークンアロー氏は テキサス州に本拠を置くアンジェローエコノミクスに、市のための、世界規模の経済開発計画を立てるよう発注した。また、ブロークンアロー経済開発会社を設立し、経済開発を監督するようにしている。2007年後半ブロークンアロー商工会議所は、市の経済基盤を拡張し、多様化することを目的とした、経済開発キャンペーン、アドバンス。 ブロークンアローを開始した。2005年ブロークンアロー市は、市内の歴史ある、中心街を再生させるために、中心街再開発マスタープランを採択した。この計画には、歴史協会と経図学協会を収容する3階建ての、新しい博物館、農産物の直売所と広場、新しい劇場、公園の整備と拡張。 メインストリートにある中央中学校の職業、開発センターへの転換、インフラと景観の改良が含まれ、さらに地域の歴史ある建築物のインフィル開発、再開発及び再利用を奨励する施策がある。それ以来多くの建物と家屋が改修され、多くの新しい店舗と事務所が中心街に移転し、新しいタウンハウスが建設された。新しい歴史博物館、 農産物直売所及び劇場は2008年にオープンした。ブロークンアロー氏は、中心街の新しい開発が守らなければならない、新しい厳格な設計基準を設定した。これらの基準は密な、都心をゼとして、郊外型開発を防止し、中心街における歴史ある建築物に、新しい建築物がマッチすることを確保するものである。 ブロークンアローの公共教育は、ブロークンアロー公共教育学区とユニオン、公共教育学区が管轄している。高等教育機関としては次の二つがある。この他に、タルサ高科、センター、ブロークンアローキャンパスがある。市内には、ブロークンアロー中央図書館と、サウスブロークンアロー図書館の2図書館があり、タルサ市軍図書館システムの一部になっている。 タルサトランジットが月曜日から金曜日まで市内の公共輸送バスを運行している。主要道路は次の二つである、ブロークンアロー市では、ブロークンアローレジャーという新聞が発行されている。毎週水曜日と土曜日の発行である。オクラホマ州、ミズーリ州及びアーカンソー州を証券とする新聞とインターネット出版及び商業印刷の会社である。 コミュニティパブリッシャーズ社がこの新聞社を所有している。オクラホマ州北東部の主要日刊誌である、タルサワールドは、ブロークニアローのニュースを定期的に報道している。コックスケーブルは、ブロークニアローの市民情報チャンネルである。市政、近日の行事など市に関する一般情報を放送している。地域気象情報も流している。 ブロークンアロー氏は独自のウェブサイトを持っており、市の政府、地元のアメニティ、安全性、ローカルニュース、および経済開発など、大量の情報を提供している。ブロークンアロー商工会議所もウェブサイトを持っており、商工会議所と、経済開発についての情報を掲載している。ありがとうございます。